はい、ありがとうございます。はい、うん、バイソンとかきつそう。まあコンボ選択難しいって結構楽しさの楽しさというかやり込みとか出るからいいポイント。しかもそのコンボ選択が難しいっていうのが、あの割とそのこれが正解っていうのがでもなかったりするから、選択肢があってのコンボ選択っていう結構楽しいポイントですね。そのダメージ取るかゲージ取るか V ゲージ取るかとか、その辺を結構選択できるから、これは何があるんだろう。あれ届かんか。V スキル締めにしたの結構判断良かったね。 V スキルにしてその後の V スキルで貯めるっていう。いやどうなんだろう、置き攻めした方が良かったのかな。いや今のも多分2ゲージとか使ったら投げ圏内にできたから、ラウンド1ファイト。格ゲーマーの辞めるは辞めないから、格ゲーマーの引退ほど信じられないもんないから。
喋りますなんか何回か倒せたな多分中足あそこ EX の方がいいのかなだから判断がやっぱむずいなまあいいことなんだけどあこれ持続当てこれもそうタックルもね使う技が多いんですよねこれも反撃ないからあっどうするかこれはこっちこれはぬるいいや、この1試合だけでコンボ5回ぐらい判断ミスってました。そうだね、CA 打てるんだったら中足 V スキル CA でいいね。中足 V スキルはあんまやる癖がついてなくてね。ストにかかんなさそう。ボタン設定はトリガーと V スキル。中足 V スキル仕込みは中足 V スキルが先端だと届かないからいや先端っていうか中足相手の技を潰した時がスカるから仕込むとちょっと危ないかも。はやはいもう一回出る早かったな敬語やしよしよしちゃんといこうかじゃあちょ
今のはコパコパ V スキルトンパーです。コパコパ V スキルできんな。せめて発動してるときは V スキルをちゃんと意識しよう。V スキルと V トリガーボタン作ってる。You win. Round one. Fight.これプラサン、今のをプラサン判断してコパ昇竜とかコパ V スキルいけたら強いですね。トリガーにはやっぱこれがね、中足確認 V スキルからが超好き。今のは V トリ2の強み。